でしょ。さあ、順調にやってきました。まさか。ということでね、まさかまで来ましたけど、次、これが出るのが7時42分。今7時、あ、12分なんで、まあ20分ね、ちょうどいいですよね。でもこれあれか。利益受けないよ。あ、でも、利益で伊勢焼き地域に接続。じゃあ、利益地域の。あるね。あ、じゃあ、大丈夫、接続するんで、いけそうですよ。はん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 。でも、列車遅延なので、接続できない場合があります。それは勘弁してほしいな。そうすると、次、2時間待たされますからね、利益で。利益行きってことは、じゃあ、相当珍しい行き先が取れるんじゃないですか。で、あとね、珍しいって言ったら、これですよね。ここにね、まあ、不思議な不車、なんか、ね、車検庫とか保管庫とかあるんですけど、伊勢市行き、ね、一応取ってみましょう。ね、こっちから JR、あれ奥にね、近鉄があるんですけど、まあ、基本的にはこっちもね、共用駅ですからね。ね、出てますね、元祖牛肉弁当とね。からね、有名なね、あの、松阪牛のもありますけど、大内さんといったらこっちも負けてられないです。大内山牛乳のね、大内山牛乳の自販機ってのがあるんですね。これちゃんと、あ、元気で超えてますね。よかったよかった。せっかくなんで買ってきましょうよね。大内山牛乳、これすごいですよ。フルーツ牛乳、コーヒーで全部は揃ってますからね。やっぱりね、朝なんでね、コーヒーですかね。コーヒー牛乳いただきましょう。まあコンビニとかで持ってるんですけどね。いや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 、よいしょ。おー、ありますね、ありますね。あれですね。大内山牛乳です。やっぱこっちの方来たらね、大内山ですよね。まあ三重県四日市で持ってますけどね、せっかくなんでこういただいていこう。いいですよね、コーヒー牛乳。じゃあちょっといただきます。うん、ああ、いや、美味しいね。2020年5月27日ですからね、2日もとかですからね。あっという間ですけどね。いや、ちょうどいい量ですね。朝のコーヒー牛乳、やっぱいいですね。よし。